さあ始まりましたみんなの実験。この番組は毎回様々な事柄を実際に検証してその疑問を解き明かしていく番組です。今回検証するテーマはこちら、果汁で風船は割れるのか。ここで今回の実験方法を説明します。まず様々な種類の果物を用意します。次に実際に果物を絞ってその果汁を風船にかけていきます。その時に風船が割れれば実験成功、割れなければ実験失敗となります。まず最初に実験するのはレモン。では見てみましょう。果汁をかけてみたものの風船は割れなかったので実験失敗です。続いて実験するのはトマト。では見てみましょう。こちらも先ほどのレモンと同様で割れなかったので実験失敗です。続いて実験するのはみかん。では見てみましょう。果汁をかけると風船は割れたので実験成功です。その後も様々な種類の果物の果汁を風船にかけてみましたが、結局風船は割れませんでした。ではなぜ先ほどみかんの果汁をかけると風船は割れたのでしょうか。その理由はみかんの果汁ではなく、みかんなどの柑橘系の皮にはリンネンという油分が含まれているからだそうです。このリンネンという成分にはゴムを溶かしたりする効果があるので、先ほどの実験で風船が割れたということです。今回みかんとは別の柑橘類を使ったのに、みかん以外の検証で風船が割れなかった理由は、風船の膨らみ方が十分でなかったのと、皮の水分ではなく果汁を風船にかけていたからだと考えられます。今回もまた一つ実験を通して判明したことがありましたね。これからもどんどん実験をしていって、日常でふと思った疑問や噂など様々な事柄を実験していきたいと思います。それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。